やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。俺にはなんかその批判的な意見っていうのは来るんだけど、比較的少ないと思う。こいつに批判的なこと言っても無駄だろうなって思ってんじゃない？多分批判的な意見を送る人って、その批判的な意見によって、配信のスタイルとかやることを変えちゃう人が来ると思うんだよね。あ、俺の意見聞いてるみたいなさ。その配信のアドバイスとかって俺対戦しようと思ってるんだけど、批判的な意見を、見てそのコンテンツに自分の方向を変えちゃったりすると、でいいと思ってる人たちって何も言わんからさ基本そのコンテンツでいいと思ってる人たちって基本的にいいですねって言わないでもうロムって見てんのよ。だからその批判してる方にだけ寄っていっちゃって、またその批判してる人たちの声がでかくなっての負の連鎖が起きちゃうと思うから、いいと思ってるコンテンツにいいねっていうのよりやっぱり批判の方が言いたくなっちゃうのもわかるしね。いいと思ってるコンテンツって特に配信だと居心地良くなるしね。居心地が良くなるから、コンテンツ自体が結構当たり前気味になって、いいねって思う頻度が減るだろうし。批判なんてそれこそさ、いい得じゃん。いい得。で、それで自分の方向性に持って、なんかその配信者が動いてくれたらさ、もうラッキーじゃんね。でもね、ここがちょっと難しいところで、批判とか言ったりゲームにガチになったり、例えば GTA のこの前のストソワでもうガチでキレてる人とかいいんじゃん。そのゲームにガチになる人たちがいるから俺たちが食えてんのよ。その矛盾、これもう永遠の課題。そこにムキになる人がいるから俺たちいいんだよね。だからね、そこはうまく渡り合っていかないといけないんだよね。その熱量を持って俺たちの配信を見てくれるからこそ、例えばサブスクライブをしてくれたり、なんか難しいよね。全員もどかだったらな、どういうこと？どういうこと？配信者が全員メンタルもどか？いや、配信者全員もどかだったらニコ生時代に戻るだけだろ。あ、今ホワイトになってきてる中でもどかがいるから、もどかのヒールが目立ってるだけだから、全員もどかヒールラインに調整されちゃったらそれはもう時代が変わっちゃうから。今配信で「しばくぞ!」とか「殺すぞ!」とか言うやついなかったけどさ、前のニコニコって普通だったしな。なんか品があるのずるいね。わかる。なんかちょっとさ、キャラでやってるというかさ、あいつ自身品があるからさ、暴言とか言ってもさ、ネタなんだろうなっていうのがわかるのがずるいよな、あいつだな。あ、なんでお花とか言うのずるい。ウケるわ。関さんね、何あったんだろうな。俺びっくりした。休憩した側だから分かんだよね。日本の配信者ってもうずっとフルで動き続けるのが普通みたいな感じじゃん。海外の配信者ってサマーバケーションとか行って1ヶ月とか2週間とかポンって休むんだって。だからなんか配信者って頻繁に休憩取ってもいいと思うけどね。単純に休憶するって言ったらさ、なんか憶測がバーンって飛んでさ、なんかそれは配信者がさ、なんか休むっていう文化がないからだと思うんだよね。その文化があったら、じゃあ1ヶ月ぐらいちょっと疲れたからやめますって言ったらさ、ああこいつ休むんやってなるやん。まあでも特にね、もう俺なんてさ、数字なんて気にしてないからさ、トップにやってやろうなんて思ってないからさ、自由にできるけどさ、スタイリッシュヌーブ釈迦とかさ、言うてみればトップストリーマーなわけじゃん。難しいとこもあんのかもね。そしたらもう数年休んだらなんでだよ。なんで俺が休めた話なんだよ。俺はそういう休みとかをもう生まないために自由にやってんだよね。例えばヘアオイルのさ案件とかをさ、ヘアオイルの案件だけでやってたら、まあ俺は仕事しちゃってんなって感じで負の何かが溜まるのかもしんないけど、そういうの俺はなんか溜めないように工夫してるし、案件がポンって飛んできてもそのまま受けたりしてないわけよ。当たり前だけど、あっちがさ、ボルタリングの配信をして案件をヘアオイルでしてくださいって言ってるわけじゃないわけ。じゃあ、ボルタリングでシャワーあるところ、ロケハンするんで探してから、よし、配信させてくださいってお願いするわけよ。あっちからしたら、は？こいつにお願いしたの間違いだったかと思ってるかもしんないけど、まあ、俺はそれでいいと思ってんだよね。俺はそういう工夫をしてるというか、まあ、そっちの方が配信面白くなると思ってるし、俺が面白いしっていう。
俺は休むみたいなことあるかもしんないけど、多分その工夫をしてなかったらもっと休む頻度が多かったかなって思う。パエリアもだよ。その話をするとあの案件はさ、そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。で大失敗するしね。で大失敗だし、関さんの視聴者の人たちが結構過敏すぎたのかなってもぶっちゃけある。もう休むって言うんだから、もう勝手にって言うとあれだけど、もう休ませてあげて。配信ってやっぱり 100% 見せられないとさ、テンション 50% だと面白さも 50% になると思うから、 50% のままずっと続けるより、だから1ヶ月間ボーンって休んで、その後 100% になってんだったら 100% の配信見れるんだし、そっちの方がいいと思う。チューニングって考えめっちゃいいかもね。配信チューニング期間。めっちゃ撮ってたな、学生の時プリクラ。男友達は1人100円ずつ出して、この前中学のやつ飲んできたんだけど、それが唯一だ。もうまさにすげえタイムリー。これ中学の我、この前こいつらと飲んできた。ポーズがスタさんや。確かにポーズが俺かも。今度さ、俺の中学の友達がさ結婚すんだって。初めて友達の結婚式行ってくるわ。マジ初めてだわ。緊張する。なんかこっちが緊張するんだけど。俺めちゃめちゃ感化されそう。帰ってきたらごめんな。結婚するとか言い出してたら。あるぞ。もうめちゃめちゃ感化されて、ごめんみんな。結婚するわって言ったらごめんね。でも人の結婚式とかマジちょっとなんか変わり、なんか感じしちゃいそう俺。ただ結婚式配信する？絶対しないだろうね。俺に結婚の話をたまにする視聴者がいるけど、28歳ってやっぱりそういうのを考えた方がいい年齢なんだろうな。だから聞いてんだろうね、みんな。マジで考えてない。寂しい思いさせちゃうと思う、今。結婚とかすると。例えば俺が今結婚したとするよ。でも今やりたいことが多すぎて、例えば俺今日起きて、コスプレの打ち合わせして、美容医療デーだったからルメッカとかポテンタとか色々してきて、で帰ってきて飯食って配信して、でこのあと終わんのが分かんないけど、終わったあとジム行って風呂入って柔軟して映画見ながら寝んだぜ。その日々俺はずーっとうちに繰り返してんのよ。もう赤ちゃんとか生まれちゃったらもう任しちゃうことになっちゃうからさ、そうするとうまくいかないじゃん。やっぱり結婚したらうまくいきたいもん。今の俺が結婚して相手が幸せにならんし、俺も幸せにならん、絶対に。だから逆に俺は河川、シャカ、スタイリッシュルームがすごいと思う。よく両立できとるわ。大族さんはわかんない。今から始まるから。大族さんはまだ尊敬じゃないね。まだだね。まだ結果がわからんやん。もうすぐ終わるから、いや、それはやめとこう、危ね。スタッフさん、それはあかん。だ、その、わかんない、わかんない。その、やっぱりうまくいってて、なんかちゃんとやってる人たちは尊敬できるね。配信っていう仕事をリスペクトしてくれてるんだろうね。配信者で嫁探そうぜ。配信者で嫁探したら終わりだろ、お互い配信して。時間はないで、本当にもう愛が細くなってって終わるわ。メナコとケンキがどういう感じなのかな、もう全然わかんない。どんな感じなんだろうね、あいつら。あいつら仲いいよ。あいつらめっちゃ仲いいよ。で、この前、筋トレ行ったんよ。俺と、ケンキと、えなこで。ケンキが筋トレしたいっつうから。俺が筋トレしてるときさ、なんかもう、珍獣見るみたいな感じで。あいつらひっついて俺の方ずっと見てんの？お前らもそんな、ずっとくっついてんな、こいつらと思って。なんかね、飯によく誘われるんだけど、でも大体あいつらセットなんだよね。で、あいつらずっとイチャコラしてっから俺は一人なの。ずっと、大体。なんで俺呼ぶっていう。嬉しいけど。その中に俺を呼んでくれるっていうのは。そう！なんかね、なんかわかる。そうそうそう。なんかね、高校生みたいなんだよ。高校生みたいな距離感が。の中で俺が一人でさ、飯食ったりさ、筋トレしてたりするからさ。週刊誌対策に置かれてる可能性週刊誌対策なんでな、なんで俺が逆に対策になんで、あいつら別に付き合ってるって言ってるから、ね、捉えてもいいやろ。
まあそうか、週刊誌でツーショットを撮りたいもんか。普通にみんなで遊びに行きましたなんて別に撮ってもさ、何のネタにもなんないもんな。あいつらのツーショなんて無限にあるんじゃねえの、あの距離感だったら。まあ、ずっとくっついてるけどな。なんだあいつら。俺もケンキにくっついてハーレムにしてあげようかな、ケンキのこと。そうしよう。決めた。ケンキのこと挟んでやろう。